とちゃんとかゆくさん、そうね、 AKB さん好きになったきっかけはですね、なんかもともと私ママがアイドル好きなんですよ。自分、うちのお母ちゃんがあのアイドルが好きで、なんかある日突然 AKB さんの DVD を買ってきてくれたんですよ。それが西武ドームのコンサート DVD と、あといつのやつか覚えてないんですけど、リクエストアワーの100位から50位と50位から1位までのなんか DVD を買ってきてくれて、でママが多分見たかったから買ってきたんですけど、でそれを一緒に見てハマりました。松田彩香さん分かります、たこ焼き、ね、私のママ、お、同じ、お母ちゃんっていうのママっていうけど、ちょっとお母ちゃんって言ってみた。トヨ兄さん、メリクリ、メリクリー。そう、そっからハマりましたね。ママも一緒にライブは一緒に行ってました、ママと。ママの推し名はゆきりんさんですそう、ゆきりんさん推し。え、マママジで本当に好きなんですよ、ゆきりんさんのことメールも見てるしね、いつもメール取ってて、ママがゆきりんさんの、今日はゆきりんはねこんなことしてたよとかね、 LINE が来る、ゆきりんは何これしてたらしいって、ゆきりんさんのあのメールに送られてくる内容は来ないけど、メールで送られてきた内容のなんか、これは今日はこれしてたらしいとか今日来たね自撮りが可愛かったのとかね、うん、そういうキリンさんが好きなんですウズシャパルルさんが一番、娘が聞いてて自分も好きだった。そうなんや。うん。娘のメールも取ってると思いますよ。私のメールも取ってます。うん。なさもし、おお。吸気推しですの。吸気生の方も好きです。吸気生さん好きです。でも一押しはパルルさん、うん、見られてできる、あ、でもなんかもうそんなに何も考えてない、うん、うん、おー、視聴者1万人、おー、すごい、ありがとうございます。1万人の皆さん、ありがとうロブです。弟も透明撮ったのか、いやどうなんだろう、それは知らんけど、あんまり、今みんな可愛いって言うから、うん、みんな可愛い、みんな可愛いっていうかそうそう、マリーナも好きなんじゃないかな。あ、そんな AKB さんめっちゃ好きってわけじゃなくて、なんかうちのママと私なんですよ、主に AKB 2年ぐらいずっと見てたこうすごい抜かれる方と、そんなに抜かれない方とやっぱり出てくるじゃないですか。そしたらこう後ろのあんまり見逃したぐらい見てたから、リピートしてたから、その録画してるやつを永遠に見てたんですよ、私パパ開けてた、私が録画してるやつを永遠にリピートしてたから、やっぱ私が結構 AKB さんが好きで、もうずっと家でテレビついてたんですよ、 AKB さんの。何回見るのって言われるぐらいずっと AKB さんついてたから、パパも一緒に、あのもう仕方なく一緒に見るって感じで、でさや姉さんが好きだった。そう、何回見るのってめっちゃ、また見るんみたいな、その録画してるやつを永遠に見てたんですよ、私パパ呆れてた、私が録画してるやつを永遠にリピートしてたから、 AKB さんが出る音楽番組は全部録画して、全部ね、一回出ることに50回ぐらい見てたから、
いや本当に好きだったんですよ。マジでずっと見てたもん。だってありえんぐらいずっと見てた。うん、みんなそんなもんですよね。好きなアーティストさんが出たらみんな絶対ずっと見るでしょ。めっちゃ見てました、音楽番組に関しては。マジで一人一人の表情とか一個一個、全員を見たいかな。見逃したくないんです、一人一人の顔を。でなんかこう、なんかあんまり普段こう選抜の方でもさ、やっぱりこうすごい抜かれる方とそんなに抜かれない方とやっぱり出てくるじゃないですか。そしたらこう後ろのちょこっと映ってる子とかを見て、あ、この子は今回アンダーで入ってるんだなとか、そう細かいとこまで見たい。在宅、あ、ほぼ在宅です。私は本当に、私はほぼ在宅ですね。もう高校生だったんであんまり握手会とかもそんな行けなかった。握手会行ってたけど、そのたまにしか行けなかった。録画見ながら可愛い書いてずっと、え、本当にずっと言ってるよね、マジ可愛いって言ってる、な、言いながらテレビ見るよね。そう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 、マジ可愛いってずっと言ってた。いや私は AKB さん箱推しなんで、いやパルルさん神推しの箱推しだったから。うーん、小悪は行ったことあります。小悪も行ってました。そうね、いやでもやっぱさ、いやでも本当にチラッと映ってる姿見て好きになったりもするから、本当にあれですよね。私めぐさんすごい好きなんですけど、谷口めぐさん、 AKB さん、谷口めぐさんすごい大好きで、未だにこう握手会とかで会ったらめぐさんって行くんですけど、めぐさんを私が私が見つけたわけじゃないんですけど、私が最初にめぐさんを知ったきっかけは、最初に知ったきっかけは AKB ビンゴなんですけど、本当にあ、まあ、私は新規なのであれなんですけど、そう最初に初めてめぐさんを見て、めっちゃかわいいってなって、めぐさんを好きになったきっかけはあの AKB ビンゴで、そうでその後になんか気になってたんですよ、そこでめぐさんのことを。私が見つけたわけじゃない、本当に申し訳ない、今の発言ちょっとして、でも本当私がめぐさんを好きになったきっかけ、そうそれはそう AKB ビンゴで、その後になんかユニバでやってたじゃないですか、コンサート、ユニバーで公演 USJ でしてた時に、なんかこじはるさんが写真を上げた時に、こじはるさんのちょっと後ろの時にめぐさんが写ってたんですよ。その写真がめちゃくちゃ可愛くって、そうなんかね、こうなんかこんな感じで立ってる写真なんですけど、あ、そう水まかやつ、そうなんかちょっと写ってたんですよ後ろに。めっちゃ可愛くて、この子めっちゃ可愛い、あ、めぐちゃんだってなって、ちょっとそこから好きでした。そうだから本当に AKSTN に入ってめぐさんに会えた時はマジで歓喜だった、嬉しかったな。いやそうちょうど受験生の時だったんですよね、そうだからユニバに行けない時で、行ったんですけど結局ユニバには、でもなんかその AKB さんのチケットと取ってまでは行けなかったんですよ。ユニバには行ったんですけど、結局受験生の夏の時に、そう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 、受験生の夏だったから、その時の写真なんですよ。ユニバ行けなくて、でだけどとりあえずユニバに行ってグッズだけ買ったんですよ。だからグッズは持ってるんですけど、でお金がなくってね、本当にお金がなくて、さくらさんのタオルと、うちわしか買えんかった。あとバッチを買ったんですよ。さややさんが当たったんですよね、その時。そう、缶バッチを買って、いや、マジでお金なくって、本当にグッズ買えなくて、本当にお金なかったんですよ。ユニバ行って、とりあえず、グッズだけ買うぞってなって、そう、そう、高校生の時に、そう、タオルとうちわと缶バッチを買って、さややさんが当たった記憶。
そう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 、でだからでしかもユニバ行ったのも急に行ったんですよ友達と。もうどうしてももう私はユニバに行かないと受験頑張れないってなって、で友達はユニバ行ってね、そうチケット取れなかった。いやチケットも絶対取っていこうと思ったんですけど無理だったんです。そういやユニバちゃんじゃないんですよ、塾のね、塾というか小学校の時からの同級生なんですけど、小学校の時からの友達でね。そうやりすぎ様懐かしそう、行きたかったんですけどね、うん、とりあえずグッズ買って、でその時にメグさん、いやめっちゃ可愛かった、あの写真どっかに残ってるんですよ、フォルダに入ってるはず絶対。いやめっちゃ可愛かったの、いや私的にそうだからメグさん大好き可愛いマジ。それでなんかね、この間昨日一昨日一昨日握手会でそうメグさんの写真を個人的に撮った、どこにもあげてない、私が勝手に個人的にメグさんを撮った写真だから、私が撮ったメグさんだから誰のものでもない、あの写真は私のもの誰にも見せないどこにもあげない。メグさんちょっと細いように写真撮らせてください、個人鑑賞用で写真撮らせてもらっちゃったよ、私だけの写真です独り占め共有しませんね、でももうちゃんと表情もリクエストですね。私メグさんのね、あのこういう顔が好きなのっていう顔が好きで、そうあのこういう写真とこういう写真をしても顔をしてもらった、あのこの顔してもらっていいですかそうなんかくしゃってした顔が好きなの、そう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 、わかるわかる、そうそれをねちょっと写真撮らせて、サンタさんのねクリスマスツリーの前で、ありがとうございます。どこにもあげてない、 いつかあげますね、じゃあメグさんに3枚ぐらいあるね、うん、しかもサンタさん食券ないそうか食券満用してしまったいや本当メンバー特権申し訳ない、本当にごめんなさい、本当にメンバー特権とか言うけどマジであの本当に皆さんには申し訳ないけど私もオタクなんで、うん、と申し訳ない皆さんにはごめんなさい公式オタカツ、そう公式オタカツ、そうなんですね、今まではやっぱ握手会に行けなかった皆さんごめんなさい本当に。通知来なかった、あら俺もオーディション受けない受けます、 AKB49 みたいな、うん、他のメンバーさん、いや本当に私本当に推しメンはパルルさんなんです、本当に推しメンはパルルさんなんですけど、マジでメグさんとミクリンさんとあの本当にいろんな好きな方がいたもんでして、でも本当に好きだった AKB さんが好きだったんですよ、48グループマジで好きで本当に48グループ好きだったんですよ、今も好きなんですよ、ただあの本当に48グループが好きで、あのだからこういろんなメンバーさん好きだったんですけど、そう HKT さんとみくりんさんが好きなんです、さくらさんも好きなんですけど、さくらさんも好きだったんですけど、とりあえず私は人類で一番可愛いのはさくらさんだと思ってたんで、
そう、それについては高校生の時に古文の先生と議論しました。そう、議論したね、高校生の時。なんか古文の先生と、古文の先生がなんか、トロブさんは人類で誰が一番可愛いと思いますかって聞いてきたんですよ。そうで、私は、あ、それはもう宮脇さくらさんですって言ってて、いやー、僕はね、有村架純さんだと思うんですよ。いや、有村架純さんも可愛いけど、いや、本当に一番人類で可愛いのはみくりんさん、あ、みくりんさん、あの、さくらさん、宮脇さくらさんだと思いますと。え、トロブさん、日本の四大美人って知ってます？あ、世界の四大美人って知ってますかって。世界の四大美人、世界の四大美人は、あの、クレオパトラ、小野小町、楊貴妃、有村架純ですって言ってきたんです。そう、授業中です、授業中授業中に、なんか、なんでそんな話したの、なんか授業中に行かれたんですよね、でも、っていう議論を繰り広げました、古文の授業で。そう先生めっちゃおもろかったんですよ、古文の先生めっちゃ面白かった。私古文ね、古文一番得意だったんで、古文の授業すごい好きだったんですけど、そう、本当は三大美人の、ね、美女なんですけど、先生めっちゃおもろかったですよ、盛り上がったよ、すごい楽しかった、その話は。卑弥呼、違う、楊貴妃さんです。楽しい授業でした。その宮城さくらさんもそうですけど、私は推し名はパルルさんです。4代目でテストやった、さすがにテストやでんかった。小野妹子、小野妹子はあのおじさんですその時の他の生徒なの、いや、他の生徒も笑ってました、4代美女の話は。そう、これ友達も入ってきて、いや、私はイクちゃんって言ってた友達は、あ、まあ、イクちゃん、人類一番可愛いのはイクちゃんって言ってました、うちの友達は。その美人、なんか人類の一番可愛い人の話をした時私も生田絵梨花さんはめっちゃ好きです生田絵梨花さんはめちゃめちゃ好きです、私もめちゃめちゃ可愛いじゃないですか、だって、いや、可愛い女の子好きですよ、本当全般的に推しが一番可愛いの、鼻ほじ線で今やだちゃん、与田ゆきさんも好きです、可愛い、めっちゃ DD じゃないんですよ、本当にね。いや、でも可愛い子好き本当にいや、人間ってそういう生き物ですよね。父ちゃんが DD っていうことだけど、いや、もう違うんです、 DD じゃないんですよ、本当に本当に可愛い女の子が好きっていうね、しゃあなしやない、それは。でも、メリークリスマス and I love you あ、これこのメグさん、このメグさん、この多分これを小千春さんかな、多分ツイッターに載せてて、
この写真を小千原さんが載せてて、でこれこのメグさんがめっちゃ可愛いの、可愛いってなったよね、これ見て。私拡大したもんね、これ。いやもうそれはもう小千原さんも本日で横山由依さんももちろんもうみんなさん可愛いんですけど、このメグさんやばくない？このメグさんやばいよね、めっちゃ可愛くない？いやメグさんいつだって可愛いんですけど、これを見て私はもう、うわ超可愛いってなった。そう、受験生何してんだって話なんですけど、本当においい受験生って感じなんですけど、あ、だからこれは私の神ショット、このパルルさんとメグさんのツーショットっていうね、神ショットを。基本パルルさんが多いんですけど、さやねえさんもめっちゃある。なんかアイドル保存よくしてまして、私あとこれこのナナさんとメグさんのツーショットがめっちゃ可愛いの、これお気に入り私の。そこのミクリンさんがめちゃめちゃ可愛い、これ私のこれの写真保存した時私の待ち受け画面でした。パルさんのインスタフォローしました、もちろんいいにしまくりです。懐かしいなあ、このパルさんがめっちゃ可愛い、赤ちゃんみたいな、赤ちゃんなのっていう、かわいい。これ前の携帯だからめっちゃ写真入ってるんですよ。そうなの、基本パルさんです、私のフォルダは。何も話さなくても流れる時間が、あ、これもこれは小島子さんと吉田栗さんなんですけど、めっちゃ可愛いし、すごい好きなんで番組が、そう、なんか私やっぱ赤ちゃん顔好きなんですよね。なんかパルさん心のプラカードの時から、それな、分かり合える絶対私と。そうなの、心のプラカードの時やばいですよね。そうなんですよ、心のプラカードの時のあのポニーテールがめっちゃ好きで、私分かり合えるわ、私とあなたは。それな、難しいな。NMB さんはね、なんか推しメンっていう推しメンはいなかったんですけど、皆さん私ほんと48グループ好きだったんで、 NMB さんも好きだったし、ただこう推しメンっていう推しメンはあのいなかったんですけど、 NMB さん好きだ、全体的に好きだったんですよね。なんか私は NMB さんはマジで顔面が強いというか、可愛い、みんな可愛いっていう印象なんですよね。パルさんかっこいいです。いやでも私的パルさん、いやでも全部可愛いから選べないけど、唇に Be My Baby のあの2番のパルルさんがマジでめっちゃ可愛くて、2番であのソロで出てくるときあれ、ボー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 大好きなの言葉にはできないぐらいのところなんですけど、めっちゃ可愛いんですよ。ちょっと見てくださいね、フルの MV、 ここちょっと伝えたい、あ、見たことない方はその部分はとりあえず見てほしいんだけど、めっちゃ可愛いんです。か神かってなった。MVMV です、2番でね、なんか保健室でちょっと休憩してるかなぐらいの後のなんかリップシーンがあって、これを分かってくれたのは今のとこピオちゃんだけなんですけど、岩田ピオさんだけは分かってくれた。そう、なんかさすがにマニアックだったから、そう分かってくれたのはピオさんだけ。
いやさすがですって感じ。えパルさんのね口紅ビンマイベイビーの MV がめっちゃ可愛いんだけどねって、わかる、2番のあのリップシーンの一番のところでしょ、ボーンのところですね、そうだよ、なんで分かってくれるのってなったそう、ボーレオタクのピオさん、そうさすが仲間なんで、ボーレオタクの、そうなんですよ。いやそこでまたピオさんのすごいとこは、推しメンは島崎遥香さんじゃない、私はパレルさん推しだから分かるわけですよ、 MV のさ、だってその部分がそれは推しメンだからめっちゃ見るじゃないですか、そう推しメンだからさ、それは推しメンだから、この曲のこの MV のここが可愛いっていうのは推しメンだから分かるわけで、ピオさんは推しメンは小島春菜さんなんですよね。そこでパレルさんの可愛いシーンを知ってるピオさんはすごくない？え、すごいねってなったもん、私よく知ってる、さすが、さすがですってなったそうなんですよ、そう小じはるさんだから、そう視野の広さ、そうなんです、切ない表情してやっぱりグリーンフラッシュのね最初のねとこでしょ、 MV のね、あの涙流すとこに、ね、さすがスピオさん、